どうも皆さんこんにちは、ジーコサンキューチャンネルです。今日はね、闘技場、最近は闘技場よくやってるんだけど、まあ諦めないことが大事だっていうのが、ね、すごくわかる、一戦が取れたので、ちょっと皆さんと、共有したいと思います。まあね、負けそうになるとすぐ根子ボタンに手が走りそうになるんだけど、まあそれでも諦めずに続ける気持ち、そういった強い気持ちがあれば、そのまま、12勝までいけるのかなと思います。では、これはアリーナ、ウォーロック第一戦、祈りどうぞご覧ください。お前あんまりね、軽さは気にしなくていいからね。グルだ、というか最初に出せなかったら負けちまうからね。自然を守らねばならぬ。お前の魂は我がものとなる。1マナ欲しいよね、こうなるとね。おほうマイファッキンゴッドだね。1マナって言ったら随分重たいの来しまったな。ほんとこれ、いやーちょっと計算が違うな。なんでこうなんだろう。一番重たい2枚が来るとか、なんなの。グリードだったか今のマリが。そんなこともねえだろう。1枚2マナも残してやったけど、クソファッキン、なんだこのクソファッキン D な。だからバフすんなよ。このデッキでインチキは多分単体除去が一応あるから、それぐらいかな。リスト更新して、更新されてねえよ。された。きついな。相手もいい動きしてきてんだ。ゴミ出してくれよ。てか今だったら広場で休めよ。広場で休むって選択肢あっただろう今。4-3とか出されたらきついな。4-3挑発やめちくりー。4ターン目ヒロパで終わんの悲しすぐる。お、そうはいかのおちんちんよ。いいね、これはいい。いかのおちんちんだ。これがいつまで続くんだ。これがいつまで続くんだ。セナジー。What the fuck？ どれか。めっちゃみんな怒ってるじゃん。これ何、一時的なもの。これ一過性、これ継続すんのこれ。ローグのモノマネしてください。ちょっと懐かしいね。強いな。まだバフすんの。Holy shit！
kinda nice。 これ今使わなかったらこれ使うタイミングねえんだよな。ほうほうほう。あー D だな。ここもう押されたら死ぬ気がするな。でもどの手を打つべきか。あー単体授業使うの早いかな。これ使うといくつになるの？これ取られたくないんだよね。こういう取られ方すげえ嫌なんだよな。これ使って4-4?9だ。ワンパンポコパン。で次のターン、ボーンメアにこれつけてどうにかすりゃいいだろう。77の挑発だったらなんとかなんだろう。次に出てくるやつは。ラジオのお父さんが来るソースを。ああ、ゴールデンカッパチェック、これもしてねえわ。あ、間違えた。これじゃなかったわ。どうしたものか。カッパ。カッパどこにいるの？俺のカッパは。カッパはガジェッツァンガゼッタが特大スクープをお届けします。この世界を蝕み尽くす。オーリーシェさん、ほうほうすっかな。どうだろう。あれカッパがいないんだけど、いたいた。わあ、シナジー。 What the fuck? What is this? Fuck you man。 クソファッキンシナジーじゃん。あんまりパニッシュ効かんな、おめえみたいなさ。マジクソ野郎だな。これやるしかねえのか。相手おいしいお魚だよ。ズルじゃん今の。ふん、見事。やめてくれ。トレードしない？なんか来て、挑発。よーし、挑発しちゃうぞ。やめてくれ、スワイペリーノ。全体1点ダメージ、おじ？噛まれるよ。
すっごく臭いよ。これ殴っとけば次のターンリーサルあんのか。あと何があんの。怖いのはなんだっけ、プラスするボーンメアか。5、6、11、13。どの手を打つ。サイフォンソウル、サイフォン来てくれ。サイフォンが見える。おいみんな、サイフォンが見えるな。それくれよサイフォン。ファックマン。告したのにね。翔くん、集中しなさい。よし、すっごく臭いよ。お願い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 。敗北を認める。